イソジンは大韓民国の俳優。高校から大学卒業までアメリカ合衆国に留学していたため英語が堪能。ニューヨーク大学経営学科卒。身長178センチメートル、体重68キログラム。1999年 SBS で放送されたドラマ、波状の家でデビュー。その後、チェオクの剣、火の鳥、恋人、遺産など、 人気ドラマに出演し、人気を得る。2007年、恋人で共演した、キム・ジョンウンとの交際が発覚した。しかし、2008年11月破局が報じられた。2010年2月、韓国民団広報大使となる。2015年5月、ソウル総合芸術実用学校が、学校に招待して、講義を聞きたい、芸能人は というテーマで行ったアンケートで1位に選ばれた。これは本人が出演しているバラエティ番組花よりおじいさんシリーズと3食ご飯が視聴者の反響を得ているとした。またバラエティ番組花よりおじいさんインギリシャにてドラマ冬のそなたで知られるチェジュウと荷物屋カップルとして共演。現在は韓国中心に 数多くの CM に出演し、人気を集めている。鳩山幸男首相夫妻と、たびたび会食を行っている。うがい薬のイソジンと名前が似ているため、日本のファンから大量のイソジンが送られてくると、語っている。2018年3月30日社のシートなどを、生産するズオルの、社外取締役と監査役に就任。人気は2023年まで。 2020年1月1日ソウル社会福祉、共同募金会の高額寄付者の集まりである、オーナーソサエティに1億ウォームを寄付して2020年、最初のオーナーソサエティ会員となる。2020年度の模範納税者に選ばれ、3月3日に表彰を受ける。また、6月24日、韓国国税庁候補大使任命式に出席。 ユン食堂シーズン3撮影のため、2020年3月に、シーズン2のメンバーであったユミヨジョン、パクソジュン、チョニユミと出国予定だったが、新型コロナウイルスの世界的拡散により撮影が無期限延期され、その代わりに三4、三色漁村編後の最後のゲストとして出演することになった。ユン食堂シーズン2のメンバー4人と、インターンとして、チェウシクを含む合計5人、 韓国内で韓国ゲストハウスを開くことになった。ユン食堂ではなくユンステイというプログラム名で放送することになる。コロナ19以降に事業や留学などの目的で韓国に入ってきて韓国文化に接することが難しかった入国1年未満の外国人をゲストに招いて韓国と韓国料理を紹介するコンセプトだ。イソジンはユン食堂1で常務 ユン食堂にで、専務、ユンステイでは、最終的に副社長兼総支配人に昇進して、自分の専攻である経営知識を無限に発揮している。ドラマ、タイムズと同時撮影だったが、好きな仲間との仕事のため楽しく撮影をしたようだ。信じがたい話だが、年齢とともに足のサイズが小さくなったという。 20代では27.5から 28.0cm だったが、30代に27.0、40代に26.5になり、50を超えた2021年現在では25.5から 26.0cm に。ユンステイ放送中に明らかにした事実だが、この言葉を聞いた、パクソジュンとチェウシクは、ベンジャミン・バトンではないかと信じられないという反応を見せた。これに、 イソジン本人は嘘をつくわけないだろうと悔しさをとろした。ありがとうございます。